と皆さんが知っている曲を軽く弾き語りをやってみたいと思います。僕もこれ中学生ぐらいの時にですね、音楽の授業でやった記憶があるんですけれども、その当時はね、なんか楽しい感じの曲だななんて思ってたんですけど、よくよく大人になってからちょっと歌詞を見てみますと、あ、実は結構心に染み入る曲なんだなということに気づかされました。皆さんもね、多分聴いたことがあると思います。石川さんの編曲の曲であります。加藤和彦さんのね、北山治さんとの曲ですが、あの素晴らしい愛をもう一度と思います。命かけてと誓った日から素敵な思い出を残してきたのに、あの時同じ花を見て美しいと言った二人の心と心が今はもう通わない、あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛をもう一度、赤とんぼの歌を歌った空は素敵な思い出残してきたのに、あの時ずっと夕焼けを追いかけていた二人の心と心が今はもう通わない、あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛をもう一度。ありがとうございます。懐かしい歌、あの素晴らしい愛をもう一度聴いていただきました。